さて今回もファーストストライクやっていきましょう。さあ前回はね、ブラジルを使いまして、アメリカを倒してね、各大国を倒していきました。最後はね、インドとの、新興国決戦になりましたけども、ちゃんと制したんで、今回はね、スーパーハードモード北朝鮮行きましょう。しかも7カ国と。ロシア、中国がいた場合は領土が取れないんで致命的ですね。でこれまだ使ったことないですけども、とりあえずは設定しておきます。ステルスモードは使いたいですけどね。いないんじゃないこれは。来た来た来た。いけいけいけ。さあ、まず下に韓国、右に日本と。日本はとりあえず取らないでいきますか。誰も行けないと思いますし、主戦場にしたくないかな。辛くないですかこれ。移動が。ちょ、外交見ます。さあ、敵対する国はイスラエル、アメリカ、西アフリカ、インド、パキスタン、カザフスタン、ブラジル、西ヨーロッパと。オーストラリアも中国もロシアもいないんで、これすごくいい世界ですね。オーストラリアは別ですけど、北朝鮮にとって言うと周辺にはインド、パキスタン。あと、近くてカザフスタンかな、中央の。あれ?もういるんですか?この辺ですよね。中国を取っていく感じで攻撃される可能性はあるよね、これね。その可能性高いですが、広げていくしかありません。いや、怖いですね。で、外交は北朝鮮できないかな。このゲームは日本海に打ってもね、注目されませんから、外交においては。そういう脅しは効かないんでね、単独で、やっていくしかありません。で研究ないんで、まずは敵国の情報を見るために、韓国かどっか取って、巡航を作りますね。あ、やばい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 。危ない。焦りましたね、今ね。一個の場所ちょっと開けとかないと怖いか。あれ ?S じゃないのかね?ショートカットキーちょっと覚えてきたんですけど。G か。C だ、C だね。C で作れると。A で攻撃で、L で IR ビームかな作れるみたいなんで、その辺覚えていかないとね。防衛だけね、私は知ってるんで。それやってますけども。さあ、まず ASEAN を取りながらオーストラリアに向かいます。で、一回侵略で韓国行きましょう。よし、来たね。さあ、リサーチします。ニューヨーク壊滅。被弾か。ニューヨーク被弾と。さあ、広がってます。北朝鮮の野望ですね。中国なき世界の北朝鮮か。核弾頭なんか来てるね。待って待って待って。うちはだってね、関係ないですけど、めっちゃやり合ってる。危ない世界だね。のほほん系北朝鮮ですよ。そんなジャンルないと思いますけど。リサーチして、IR ビーム行きますね。あれ、現状ではね、迎撃しかできないんで。専守防衛の北朝鮮ですからね。届かないですよね。あ、関係なかったわ。あれ撃ち落とせるんですよ。こうやってほら。意味はないですね。当然ね。いやー、攻めない北朝鮮とか見たくないですね。早く攻めたいな。IR ビーム来たよね。よし。IR ビームは L で作りますね。間違えた。撃ちますか。えい。お危ない危ない。あっと、おい、あ、まずいまずいまずい。狙われてる狙われてる、絶対狙われてる今。
いや、もうないぞ。関係ないのか？リサーチしてる場合ですかね。ここは侵略できるよね。ちょ、侵略のスピード上げたいな。であれば。撃て、我々も攻撃だ。強化巡航ミサイル。おっと、来たね。カウンター怖いわ、普通に。間違えて落とすそうだね。ここに飛んできたやつもね、一応落とせるんで、その辺がどうかなと。インドパキスタン降伏、来た来た来た。これよ、これ。じゃあそこにあるのが、カザフスタンですね。侵略開始だ。あれ、ここ行けないんだね。リサーチしますじゃあ。衛星警告システム行きます。ICBM も欲しいですね。一旦ね、こう、弾作っときますか。まあ、無駄にあればね、撃っちゃいいんで。まあ、撃ったら怖いですけど。何もしてこないですね。これ侵略するか。あと、ちなみに、ブラジル、カザフスタン、アメリカ、イスラエル、西アフリカと。アフリカでかいな。アフリカの大きさが気になりますね。侵略しようかな。結構土地余ってるんで、使えますね。さあ、ICBM は今やってるか。ICBM なんだっけな、ちょっと。ショートカットで。ICBM は G か。買ってみれるんですけどね。さあ、と同時にですね、ICBM の強化も入れます。さらに、全部進めていきましょう。あと一つどこかな。ここでいいかな。いや、北朝鮮無視されてるね。ちょっと構ってもらいたいんで。おっと、いやー、遅かった。やっぱ自動防衛つけたいですね。結構広いから気づかないのよ。さあ、一回攻撃しまーす。意味あるかな。ブラジルの核弾頭、アメリカですね。お、アメリカ、ブラジルやっぱライバルになるね、このゲームだと。本来ならなりそうにないですけど。このゲームは純粋にね、もう、経済力関係なく撃てますから、人口とか反映されませんね。じゃ、研究マット。ICBM 強化後はいいですよね、やるなら。まあ、ここちょっとリサーチに使って。次、三角測量演算。演算技術の向上で全ての弾道目標ポイントが可視化できる。お、こんなんあるんですね。これ、前やってたかな、多分。どうでしょうか。いや、ショートカットだと楽ですね。覚えないといけませんけど、CGL が各種ね、コマンドです。全てのね、キーがバラバラなんで、どうやって覚えるんでしょうね。ICBM が G でしょ？何から取ってるんだろう。トライデントから分裂してるやつですよね。非常に凶悪な殺戮兵器ですよね。これ攻撃できるんで、撃っていきましょう。アメリカを沈め。あ、来た来た来た。お？あ、これうちのやつか。敵のもわかるんだよね、ちなみに。オブジェやってる、オブジェブラジルと。
撃ったとかチャンスですよ。いやー間に合わないかな。あ、結構ありますね。あ、今アメリカの方が弱ってるっぽいんで、狙いはね、あっちの方がいいかな。どんどん撃っていきましょう。一斉攻撃はね、ちょっと前回からね、禁止じゃないですけど、危なすぎるんでしてませんね。リスキーかなと。こう、絶え間ない攻撃によって、我々が確実にね、弱らせていきたいなと。少し研究進めましょう。これ今回使えるんじゃない？結構長期戦化してるんで、北朝鮮が耐え上がってますから、これはいけますね。一発かますかな。よし、ぶ、あ、では持ってるものが見れますね。今更か。結構防衛硬いね、やってみるとね。早いね。そっか、侵略が早くなってるから、これでまんま広げていくべきだね。で、自動防衛今来ました。まあ、少し撃たれてましたが、まあ全然ね、許容できるかなと。まあこの辺撃つか。落とされるかな？軌道上だよね、あれね。あ、もういっぱいなんだね。オッケーオッケー。撃ちじゃないかな。アメリカ行けますね、これね。さあ、隙を見せたアメリカを攻撃する北朝鮮、どうでしょう。映画化できるんじゃないかな。レッドドーンですかね。あれ、うちじゃないな。アメリカ降伏。さあ、一斉攻撃食らいました。北朝鮮とどこだろうね。あれは一的にアフリカかなかなと思いますが、アフリカ沈めたいね、じゃあね。あ、うちだね。届かないか。沈んだかな。まあ逆に言うならば、ちょっと撃っといて、攻撃をしないと。舐められますね。研究ちょっとどっか行きたいかな。あ、ちょ、あれ沈めちゃおう。3点攻撃すればいけるでしょ。一発行けばいいかなと。前線弾ためて、ここで研究しよっかな。お、ブラジル、あ、いいですね。アフリカ、ブラジルか。あ、ブラジル、え、どこ乗ってるこれ。どうなってるんだ。お互い近づいてるんですね。あー、なるほど。今更研究かとかありますけど、ここはね、まだ3カ国いますから、ブラジル、西アフリ、南アフリカ、北朝鮮と。世も末ですよ。そんなものはね。アメリカはもう終わってますね。アメリカは終了です。私がね、取っていきます。北朝鮮がアメリカに行くと。オセアニアで言いますと、まあ、ここもいると思いますし、もう取れてるよね。あ、行ったでしょ。あー、まだあるか。よし、来たね。あれ、侵略してよ。侵略して、侵略してください。さあ、敵は侵略の手を緩めているようですね。
我々がこの辺をね、適当に拾っておけば、そこに向かって撃つと思うんで、彼らね、ハマっていくわけですね。でも敵もね、戦略兵器使えるんで、まあ、正直北朝鮮より早くね、終わってると思うんですよ。ここね、えらく狭いですね。オーストラリア、やっぱ取れたね、ここね。オセアニア取れました。まあ、日本は一応専守防衛なんで、こうしますね。防衛だけ置きます。まあ、撃つ地域はもう大体できてるんで、まあ、前の方はね、迎撃だけでいけんじゃないかなと。思うわけですね。どうですか？自動防衛1個。でも自動じゃないじゃん、そんなんね。まだ作ってますね。まあ一応ね、ここは、もうちょいか。まあ敵もこういるんで、あえて残すことで、我々が戦略的優位を取ろうかなと思うわけですよ。もう泳がしちゃってますけど、その分ね。さあ、アメリカに侵略しようとしています。無理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 。割に合わんな、防衛が。一箇所に来るだけなんで、大した被害はないですね。また来るんですか？撃ちますか？我々も。来ました。これ行きましょうよ。セールス攻撃。どうですか？あ、いいですね。おお、私にも言えなかったですけど。なるほどね。そういうことだ、つまりね。誰にも見えないと。めちゃうざいわ。くらえ。終わり終わり、世界は終わりですよ。くらえ。セルスも行きます。ドーン、いいですね。配備していきます。セルスも聞きました。セルスは対象がないみたいなんで完璧だね。次ダーティーボムです。住めないとありますが、すでにね、日本行っちゃったわ。日本から攻撃するのは心苦しいですけども、よし、こっちはですね、撃っていきましょう。あとどこですか？どこがいるんですか？ちなみに。西アフリカですね。つまり、これもそうですかね。うん。ああ、でも、あれか、ほとんど。じゃあ、こちらステルスの方でちょっと攻撃をまあかましまして、そこからね、一気に撃とうかなと思います。一気に、撃ちます。全方位からドンですよ。凄まじい。ステルスもかかりました。これは降伏かな。ステルスもドンと。一回リサーチ積んだやつはすごいすぐ見れますね。あ、おった。さあ、北朝鮮で行けました。まあ、最初はね、攻撃しなければね、すごく許されるんで、まあ、あれですね、隣接にロシア、中国いなかったっていう、その地政学的な要因もあったと思います。まあ、周辺を取ることによって北朝鮮守れたので、それはでかかったですね。なんか増えた？ちなみに、オーストラリアか、確か。オーストラリア難しいですね。そんな技術ないんだね。ワンゲージもないんだ。へぇー。ハードコアモード気になりますよね。ニュースレターコード、しないです。ハードコアモードがね、オンを、多分何かで、何かある程度条件満たさないとオンにならないかな。ハードコア気になりますよね。
まあ、北朝鮮でも簡単に行けちゃいましたからね。一番弱そうなのはインポッシブルですから、インポッシブルじゃなかったと思いますけども、行けちゃいましたね。まあ、敵対が8に増えました。まあ、全部もう出たかな。あとやり方としては、まあ、そのなんていう、国、登場過去から言って分かりましたね。なので、まあ、全部アンロックして、その、結集してね、12カ国の壮絶な打ち合いとかもいいですよね。まあ、早々に北朝鮮とか潰れていくと思いますが、まあ、全部出してやるのもありですよね。そのためには西ヨーロッパでアフリカを征服して多分西アフリカ出すんでしょ？で、ロシアが勝って何が増えるんだ？イスラエルとインドパキスタンが、カザフスタンでインドパキスタンかな。こうなんとか地域制圧するでそこの地域が増えてるんで、そういうのがメインですよね。だから西アフリカしかまだわかんないか。まあ、とりあえず今回はね、まあ、ショートカットもある程度覚えてきまして、北朝鮮行ってみました。まあ、ね、非常に圧倒的な力で最後行きましたが、まあ、なんとか序盤乗り切る感じのゲームですね。ただもう一回こうやったとしまして、こう始まりますよね。こうなると中国がいますよね。中国がいます。ロシアいませんけども、こうなった場合、侵入ルートが、まあ一応まあロシア方面抜けられるか。で、ロシアいたら僕らもここもないと思うんで、なると思うんですけど、そしたらこう韓国、日本ってなるんで、蓋さえされなければ当然ですけど有利ですね。蓋がいなかったわけです。